秋ね、栗がこんなに落ちているわ。こら、人の城の敷地内で何をしているぼう。ごめんなさい、つい夢中になって。僕は君と別れたくない、たとえそれが運命に逆らうことでも。私も同じ気持ちです。たとえその先に悲しい結末が待っていようとも。ロミオ姫、よろしければ君団子をどうぞ。まあ私にいいのかしら。もちろんです。まあ嬉しい。カエル王子のままなら俺がやってたんだな。ずっとおそばにいます。あれ、もしかして俺と目合ってる。んなわけないか。お疲れ。いってて、く、食いすぎた。あ、あなたの元へ。あなたを決してお一人にはさせません。どうする。なぜ西方君。僕はハムにならずに済んだのです。僕たちの愛の奇跡なのです。愛の奇跡。二人が出会ったあの春の日から。春の日、きっとこうなる運命だったのでしょう。あなたは私の王子様です。西方のアドリブすごかったよ。必死すぎて何言ったか覚えてないけどね。私はよく覚えてるけど。春の日じゃなくて、二人は秋の日に出会ったんじゃなかったっけ。二人は春の日に出会ってるよ。二人、それってまたお母さんピーマン入れてるの。残すと怒られるんだよな。ああ、うん、はあ、よく食べれるね、あんな苦いの。礼は？はあ、勝手に食べといて何言ってんの。嫌いだったんだろ。うん、ありがとう。確かに苦いな。じゃあどうして。好きだからかな。ん？果てたよ、苦いの好きとかいう大人アピール。いや、好きな人が困ってたからって意味だと思うよ。うわ、あ、いや違う。好きだからからかうんだよ。そういえばお母さんもそんなこと。いや、ないない、絶対ないって。